もう最悪だよ。今ね、動画撮ってて、撮れてたけど、撮れてなかった。一回消しちゃって。そしたらね、結構今ね、すごい小学生チックなこと言っちゃって、反論しちゃって、あ、やばいなって思ってね、思ったら撮れてなかったんでね、よかった。動画、配信するタイミングが悪い。すぐにコメントで対応できないのか。てか、君が逆ギレしてきたんだよね。いや、被害を受けてんの、君の方がかわいそうだわ。被害を受けとんのって、あなたの自作自演でしょ？自作自演でしょ？低評価って。低評価って被害っていうの？それ一つの評価なわけじゃん。被害でも何でもないでしょ。低評価は悪いことじゃないでしょ。意外にね、その人はそのボタンを押してるってことは評価してくれてるってことなんでね。まあ、よくはないと。評価してくれてるだけってね、ありがたいなんて思わないけどね。ユラ会長との千年戦争だな、これは。もう疲れた。まあね、ユラ会長さんがね、自分の服垢を引っ張ってきて、まあ、コメントしてくれてるんで、まあ、嬉しいかな。まあね、まあまたね、ファンが一人増えたということで、まあね、ありがたいよ。ユラ会長、コロコロ絵変えるな。鉄の壁、夏のストレートは、我こそは、この体の、やっぱりもう俺はコメント返信しないと。でね、まあね、面白いわ。いつまでね、まあこいつらをね、反応しなければいいんだよな。できないんだよ俺、それが。だってさ、こんな、なんかさ、ああいうひどいコメント書く人って、現実絶対充実はしてないじゃん。でね、まあ、ゆら会長見てたらだけど、充実してないイコール、で、非リア充っていうのは、リア充ではないだけであって、そのね、いいことなんです、非リア充っていうのは。どうせ充実なんて無理ですから。人間は物を求め続けるんで、まあ、あなた絶対リア充ではない。リア充だったら、そんなコメントしてない。そんなリア充だったら、もしね、もしあなたがリア充だとしたら、友達をひっつれてきてコメントしてきてる。ね。で、そのあなた友達いないじゃん。ね、だって天空 TV、 あ、日向夏 これ全あなたのアカウントでしょ。ね、何個アカウント持ってるんでしょうね。わかんないですけど、まあ、多分、まあ、何個もアカウント持ってるのかなと思います。まあね、ユラ会長さんはね、これから僕のね、友達としてやっていこうかなと。まあ僕のね、アンチ、分かりやすいアンチ第1号ということでね、ありがとうございます。アンチ第1号、ユラ会長さん。ね、これからもね、親睦を深めていこうと。ユラ会長、親睦を深めようの会。まあね、もしね、あなたがリア充だと言うなら、もうここには来ないでくれ。まあいいや。まあ、ユラ会長さんとね、これからも楽しく動画コンテンツをね、一緒に伸ばしていきましょう。
由良会長さんがコメントしてくれてる限り僕はネタ尽きないんで。いやーね、そう強がってる風に見えるけど、こうやって由良会長さんに投げかける動画今2本撮れましたね。これからも何本も撮っていく予定です。いや本当にありがたいよね。全然ネタ尽きねえもん最高だわということで、これからも由良会長さんはね、僕のアンチとして一生を捧げてください。コメント返信はもうしないよ、そら。動画ではアンチムカついたら言うけど、なんでかってやっぱね、そのコメントで返信したくないわけよ、俺は。これ俺が喋りが俺の土俵だと思うわけ。そのそっちの土俵ではやらないよね、俺は。うん、やだ。家で。まあね、コメントが不利になるかっていうわけでもないんですけど、めんどくさいんですよ。喋ってる方がね、録画ボタンポチって押して、その喋ってる方がいいからね、うん、これからはね、もう優しく一緒にね、優しく、じゃあ由良会長を優しくなだめる動画っていうのを作るわ、ちょっと、うん、はい撮りまーす。